はい、村木でーす。そしたら夏の彼方のね、続きをやっていこうと思います。前回ね、このね、見ていただければわかるんですけどね。こう、夏のちゃんとお別れをしたっていう、とこですね。まあ、なんかプレイヤー側の方の、に、その今回のパンデミックの、始まってしまった。部屋には大きな窓がある。天井ぴったりまで伸びる大きな窓。昼の間は日差しが降り注ぎ、夜の街は明かりが静かにやってくる。窓の外を見るのが好きだった。これ自分なのかな？だからカーテンを閉めている時間はとても短い。寝れない夜は窓の向こうの夜空をぼんやり眺めたりする。これ何かな？窓とか言ってるから、その僕側の方の話かな。今もまた夜の空を登っていく月を見上げている。雲のない夜だった。どこまでも一様な空に大きな月がポツンと浮かんでいる。距離感がうまくつかめない。とても近くにあるような気がする。手を伸ばせば届きそうなくらい。でもとんでもなく遠いような感じもする。そして本当のところは途方もなく遠くにある。まあそうだね。まあ、月って地平線上にある時が近くに見えやすいというトリビア。月を見ていると天国を思い出す。まあ思い出す。いたわけじゃないよね。亡くなった人の行くところ、生きていては決して覗けないところ、ここからはとても遠い別の世界。月の端っこに遠い昔にはなかった模様が見えた。わずかなに、なんだっけこれ、シミだっけ、にじみだっけ、のようだけど、でも確かにある。そこが天国なんだとうとうとしながら思う。なんかセンチメンタリズムっすね。月には天国がある。え、なんかそれどうしたの？誰？え、何の話これ？怖っ。やだよ。こんなね。月にはないよ。時々思う。これが窓か。大きい窓なんですかね。朝カーテンの隙間から差す日差しの眩しさに目を背けるとき、街の中でなんとなく誰かの後ろ姿を目で追ってしまうとき、静かな夜、ぼんやりまだ明かりがついているビルを眺めているとき、時々、いや、時々とはとても言えないくらいの頻繁に、いつも思っている。何もかも全部夢だったのかもしれない。確かにね。え、どうすんだろう。やっぱログインしちゃうわってやんのかな。朝目が覚めて夢だと気づいた後のように、どんなに恐ろしい悪夢も寝汗とぼんやりとした心地の他は何も残さない。目が覚めればほっと安心する。それと同じようにどこかで安堵している。あんなに鮮明だった記憶が時とともに霞んでだっけ。これ霞んでいくのだ。電源を落としてコンピューターを押し入れにしまった。もうずっと長い間見ていない。穏やかな時が流れ、だんだん思い出せなくなっていく。ずっとこの部屋にいるのに日に日に遠ざかっていく。肌寒くなって吐く息が白くなって、夏の暑さがどんなだったか思い出せなくなるように、首筋を流れる汗の感触を忘れてしまうように、たくさんのことがおぼろげになる。記憶の輪郭が曖昧になって、そして全部夢だったんじゃないかと思う。すべてを忘れてしまおうとした。忘れてしまいたいと思った。もう二度と戻らないなら、あの夏の日差しも、痛いくらいに真っ青な空も、セミの声も、押し入れにしまったコンピューターと一緒にもう二度と思い出さない方がいいのかもしれない。まあ確かにね。え、つけちゃうのかな、あまりにやっぱあれで。でも本当に忘れてしまうことはできなくて、衣替えの季節になって押し入れの中を漁るたび、その隅の暗がりを見つめてしまって、窓の外を眺めたまま何もしないわけにはいかなかった。向こうからはさ、アクセスできないわけじゃん。おー、あ、すいません、メリークリスマスでした。そうね、12月ぐらいに撮ってるんでね。エピソード5の1、月の天国。月には天国がある。あの夏亡くなってしまった祖母もそこにいる。何度も忘れてしまおうとしたけど、できなかった。すべてを夢だったのかもしれないと思いながら、それでも画面越しに見た空の青さを覚えて、行ってみましょう。え、どうすんだろう？やっぱ起動しちゃうのかな？たった一つだけあれから分かったことがあるとするなら、あのコンピューターのことだった。亡くなった祖母の置物から出てきた古いコンピューター。
確かに古いものだったけど、調べる、でも調べれば情報は見つかった。古いデザインの製品のページが残って、当時の触れ込みがいろいろ書いてあった。もう。もう確かにさ、この人の世代がさ、今僕らと同じ世代かわかんないからさ、もっとめっちゃ未来で、祖母って言っても僕らより進んだコンピューターかもしれないもんね。このコンピューターは、専用の線を繋がなければネットワークに接続できないということ。無線でネットワークに接続する。有線ネットワーク。外部と通信するには専用のケーブルを突き刺さなければならない。おう。でさ、あ、そんなケーブルを刺したことは一度もないな。勝手に繋がってんでね。まあ、そもそもね、どう考えても本当に古いんだったらね、LANなんてないからね。みんなあの、ファックスのさ、とこからさ、ビーガビガビガビガーみたいなこと言いながらさ、接続するじゃん。このコンピューターは多分どこにも通信していない。なら彼女たちはどこにいるのか。あ、中にいるんじゃないの？ローカルデータ。なんかだって、いろんなとこに行ったやつ、なんか結構データファイルみたいなの残ってるもんね。うん。登った日はいつの間にか沈んでいく。季節だって移ろう。夏の暑さはもうとっくにどっかに行ってしまった。汗の滴るあの感じがどんな風だったのか思い出せない。本当に全ては夢だったのではないかと思ったりする。夢か映画か、何かそういう自分とは関係ないところで起きた出来事なのかもしれない。目が覚めたら忘れてしまうべきだった幻なのかもしれない。空には今夜も月が昇っていた。夜の空にはいつも月があって、月には天国がある。月には天国があるって何だろうね。亡くなった祖母も今はそこにいる。え、なんか月は一個テーマなのかな。空に浮かぶ月を見ていて、ふと思う。今まで考えもしなかったこと。絶対ありえないこと。そんなことがあるはずがない。そんなことは起こらない。そんなことはありえない。でも、もしかしたら、なんだよ。教えてよ。早く教えてよ。何。え？教えて？物置きのな、あ、出しちゃうんだ。あまりにも久しぶりにそれを見て、本当にまだ動くだろうかと思った。まあ確かにね。もう壊れちゃうかもしれない。少しだけ時間をかけてて画面がついて、あの頃と同じ景色がそこにさ。え、もう繋ぐだけでさ、もう起動すると、デスクトップ画面とかもないまま映るんだね。なんか怖ーい。おー、来たね。夏だね、まだこっち。夏ってことはさ、その、向こうの時間とこっちの時間はリンクしてないってことでしょ？セミの声だもんね。思わず息をついた。すべてが懐かしかった。忘れていた何もかもその時思い出したと思った。その、夏のちゃんから見てどれぐらい時間が進んでるか知りたいね。もう一年が経とうとして、あれあ、そうなの。じゃあ夏に立ち上げちゃってるから、これ。じゃあわかんないかも。そしてもうすぐ、また夏が来る。ああ、夏が来ます。どうなんだろう。向こうでも1年経ってんのかな。それ気になるよね。なんかその中に残ってるデータ、単なるデータだとすると、ね、時間経ってないはずだからね。誰？え、な、誰？夏のちゃんの可能性あると。あ、いや、でもさすがに。いや。あ、よかったです。ありがとうございます。よかった。違った。竹刀持ってるね。かっこいい。いいんじゃないですか。で、他の人のスマホにリンクしてんだ、これ。終わってしまった。終わっちゃいました。1年ぶりの夏、エンドでございます。え？何が分かったんだろう、主人公は。この夏のコンピュー、このコンピューターはどことも通信していない。なら彼女たちが暮らしていた世界はどこにあるというのだろう。そう考えてある可能性を思いついた。でもそんなはずはない。窓の向こうの月がどんなに大きく見えても決して手が届かないぐらい。一年ぶりに訪れた夏、返事をしたのは知らない少女だった。はい。
ということで、どうしようかな。パート分けておきたい気もするので、一回切りましょうか。やりましょうかね。じゃあまた次のパートでね、エピソード6本で続けていきたいと思います。油揚げでした。バイバイ。